皆様大変長らくお待たせしました。東京グルツイッター人気投票企画結果発表のお時間です。投票総数なんと約4400票と本当に多くの方に参加していただき感謝の極みです。では早速発表していきましょう。今回は人気投票第1弾の発表ということで、第1弾のお題はこちら。テレビアニメ東京グールシリーズのオープニング主題歌で一番好きなのは、そしてテレビアニメ東京グールシリーズのエンディング主題歌で一番好きなのは。東京グールのテレビアニメは全部で4つのシーズンで構成されており、オープニング、エンディングともに4曲ずつ存在します。ではラインナップを簡単に紹介しましょう。ファーストシーズンのオープニング主題歌は TK from Rin としてしぐれのアンラベル、エンディング主題歌は People in the Box で聖者たち。続きましてセカンドシーズンのオープニング主題歌オストライヒの無能、エンディング主題歌は雨ざらしで季節は次々死んでいく。サードシーズンのオープニング主題歌コシュニエのアスフィクシア、エンディング主題歌は女王蜂でハーフ。そしてファイナルシーズンのオープニング主題歌 TK from Rin としてしぐれのカタルシス、エンディング主題歌はオストライヒの楽園の君でした。さあこのそうそうたるメンツの中でグールファンから最も人気だったのは一体どの曲なのでしょうか。それではまずオープニング主題歌から見ていきましょう。グールファンが選んだテレビアニメ東京グールオープニング第1位は、おそらくこの結果に誰も文句は言わないでしょう。第1位はテレビアニメファーストシーズンオープニング主題歌 TK from Rin としてしぐれでアンラベルでした。海外で聴かれる日本の楽曲トップ3にもランクインするほど爆発的人気なこの曲、7割近くの票を獲得し堂々の第1位を飾りました。それではエンディング主題歌の結果見ていきましょう。グールファンが選んだテレビアニメ東京グールエンディング主題歌第1位は、第1位はテレビアニメセカンドシーズンエンディング主題歌雨ざらしで季節は次々死んでいくでした。エンディングで流れるイラストはなんとエピソードごとに毎回変わっており、全て石田水先生の書き下ろしでした。このアニメのエンディングだけは飛ばせない。ルート A 放送当時誰もがそう思いながら見ていたのではないでしょうか。こちらも文句なしの第1位です。皆様いかがでしたでしょうか。今回はテレビアニメシリーズのオープニング・エンディング主題歌人気投票ということで紹介させていただきました。あくまで一番人気の投票企画、皆さんそれぞれお気に入りの曲は違うと思います。よかったらコメント欄で皆様の熱い思いを書き残していってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。